平ち一郎の「学校はこう変わる」「ギガスクール」でタブレット PC が一人一台になりました、うん、こうなった時にアウトプット型の授業どんどん変わってきますその中で例えばプレゼンテーションやいろんな発表などのアウトプットありますけども究極のアウトトプットは動画作りですこれまで学習のまとまりごとに子どもたちは自分の学習の結果をアウトプットしてきました。 それも模造紙に書いたりいろんな形でね、アナログ的にやってきましたよねただそれはものすごく時間がかかります失敗したらもう一回やり直し紙貼ったりとかいろんなことをやってきましたでも出来上がった模造紙もう大きな模造紙ですからどうやって保存するんでしょうかおまけに制作に時間かかりまた、えー、一人一人がグループごとに発表会しますからまた時間もかかります PC 使ったとしてもよくあるのはねカットアンドペーストでなんかウェブのものをそのまま切り張りしたというちょっと乱暴な学習になっちゃいますこの中でこれからの究極のアウトプットは動画作りだと私は考えています今入試や会社の就職でも動画面接動画のプロモーションビデオを作りそんなものが要求されるような時代になってきましたですから動画を作っていくってことはとても これからのニーズに合っています例えば三分間で動画を作れと言われたらば自分の伝えたいことはどんな画像を用意したらいいのどんなことを話したらいいのということになります私が今やっているこのティーチャーシフトにしても三分間の時間の中で自分の言いたいことを一生懸命まとめてそしてアウトプットします完全に理解してなければ動画を作ることはできないんですよねつまり思考を伴う学びがそこには成立します それも三分間という制限の中でやりますからこの思考はかなり高度なものになりますそしてその動画でのアウトプットするために必死になってインプットしますどれを表現したらいいのかなどの画像を使ったらいいのかなもしかしたら画像を撮るときでも撮り方も変わってくるのではないでしょうかそしてこの結果は動画のデータとして残りますからポートフォリオとしてずっと継続的に 蓄積され評価することができますまたその結果をいつでもどこでででもも誰見るこことができますこうなってくると今まで教室の中で自分たちの仲間内だけのアウトプットからもっと広い世界に学びが広がっていくのではないでしょうか発表することが目的だった今までのアウトプットからまさにクリエイティブな学びに究極のアウトプットは動画作りですぜひ 取り上げてください。<music>